ウィルミントンのダウンタウンウィルミントンはアメリカ合衆国デラウェア州北部に位置する商業都市。フィラデルフィアの南西約4 0トルに位置し、フィラデルフィア大都市圏の南端をなす。人口は7万1988人で同州最大である。同市はアメリカ合衆国三大財閥の一つで、世界第二の科学会社であるデュポン創業の地。 本社所在地として知られる。また、同市は、アメリカ合衆国の金融センターとしての役割も大きく担っている。氏名は、イギリス国王ジョージ2世の首相であった、ウィルミントン伯爵、スペンサー・コンプトンに由来している。ウィルミントンは、フィラデルフィアのダウンタウンから南西へ約40キロメートルに位置し、フィラデルフィアの郊外都市としての役割を担っている。 アメリカが州国統計局によると、ウィルミントン市の総面積は44.1平方キロメートルである。うち28.1平方キロメートルが陸地で16.0平方キロメートルが水域である。総面積の36.25%が水域となっている。ウィルミントンは人種、民族の多様性に富んだ都市である。毎年春、夏には民族ごとの祭りも多い。 最も有名なのは、イタリアンフェスティバルで、イタリアの伝統音楽が流れ、イタリア料理が振る舞われ、カーニバルなどの催し物が取り行われる。その他に、有名なものには、キリシア正教会主催のグリークフェスティバルがある。この祭りは、イタリアンフェスティバルより、やや規模は小さいものの、キリシアの伝統料理が振る舞われ、伝統音楽が流れ、伝統工芸品が陳列される。 統計データ以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人高校生年齢別人高校生世帯と家族収入と家計この一体には1638年にスウェーデン人とフィンランド人の入植者たちによってニュースウェーデンという入植地が建設された。入植地は1655年にはオランダ人の手に渡り、 1664年にはイギリスの支配下に置かれた。この頃はクエーガーの影響も強く受けていた。1739年、イギリス国王ジョージ2世の命により使命は首相のウィルミントン伯爵、スペンサー・コンプトンにちなんでウィルミントンと改められた。南北戦争中、デラウェア州は正式には連邦側であったが、実際には ウィルミントンを含む州の北部は連邦側、州の南部は南部連合側と分かれていた。戦中に戦争需要で産業が発展し、市は大きく発展した。当時ウィルミントンは船舶、列車車両、火薬、靴、テント、軍服、毛布その他あらゆる戦争関連品を生産していた。商工業が発展するにつれて住民は西側に大きな家を建てるようになり、 地域が拡大した。1864年にデラウェア通りに馬車が走るようになると、こうした動きがますます顕著になっていった。1868年には、ウィルミントンの造船業シェアは全米の50%を超え、デュポンをはじめとする火薬産業でも全米1位、馬車、比較は全米二位と全米でも有数の工業都市であった。十九世紀末には、 公園も整備されていった。フォースストリート。近辺は1900年代の古い建物が立ち並んでいる。1860年には人口は2万1250人であった。1920年頃には市の人口は11万168人を数えるほどに成長した。二度の世界大戦中には造船、製鉄、機械、化学産業の需要が高まり、 市の産業はさらに発展した。また、この頃自動車、比較、被覆産業も発展した。1950年代に入ると、ビルミントンの市街を貫くように、週間高速道路 I-95 が完成し、郊外で人口が増えるようになった。しかし、ダウンタウンからは人口が流出し、市の人口は減り始めた。1950から60年代にかけて、 市の再開発が進められたが、市中心部のセンターシティ地区やイーストサイド地区の住居が取り壊されただけに終わった。ついで1968年にマーティン・ルー・サー・キング暗殺を受けて暴動が起こり、市外への人口流出に拍車をかけた。1980年代に入ると、ウィルミントンは金融センターとして発展を遂げていくようになった。 1981年に金融センター開発法が施行され、デラウェア州内における銀行業務が大幅に自由化された。ついで1986年には、州は国際的金融、保険会社を引き付けるべく州法改正を行った。これらの改革により、国内外の主要銀行や保険会社、クレジットカード会社がウィルミントンに拠点を置くようになった。 ウィルミントンの一ウィルミントンは1990年代に麻薬取引が急増し治安が悪化した。ワシントン DC、フィラデルフィア、ボルチモア、ニューヨークといった大都市に近く市内の通りの警備が手薄だったため取引には格好の場所だった。殺人、傷害、強盗といった暴力犯罪が多くこの規模の都市としては全米最悪の犯罪率を記録した。 やがて、ウェストサイド地区やヒルトップ地区に古くから住んでいた住民も街を離れるようになり、そうした空き家が麻薬取引の温床になるという悪循環の中に置かれるようになった。アメリカ合衆国の多くの都市同様、ウィルミントンでは通り一本で治安状態がガラリと変わる。名門私立女子校、アーシュリンアカデミーやデラウェア州知事の指定は、 ウィルミントンで最も危険な通りからさほど遠くない位置にある。特に危険なのはイーストサイド、ウェストセンターシティ、ノースイースト、ヒルトップの各地区である。こうした状況に対処するため、ウィルミントンは全米で初めてダウンタウン全域に監視体制を敷いた。官民両方からの出資で至るところに監視カメラを設置し、犯罪や疑わしい行為が発見されたら即座に 市警察に通報できるようにシステムを整備した。最近、市は、監視区域をダウンタウンから近隣の犯罪多発地帯へと広げている。また、市警察は、ジャンプアウトと呼ばれる、覆面パトロールを行っている。見た目は、一般車となんだ変わらない版で、夜の犯罪多発地帯を回り、抜き打ちでふらついている住民を一時的に交流して、写真や指紋を撮るのである。 これによって、麻薬絡みの犯罪検挙率は上がったものの、公民権の乱用、人権侵害であるとの批判も強い。ウィルミントンは、デュポン創業の地として知られる。また、デラウェア州法の会社法によって、会社の設立が容易であり、金融業、特に非常に多くのクレジットカード会社がウィルミントンに、本社を置いていたり、タックスヘイブン関係のペーパーカンパニーがある。それに加え、 アメリカン生命保険会社などの保険会社や銀行も多い。ウィルミントンに拠点を置いている銀行には次のようなものがある。また、ウィルミントンには工学報酬の弁護士も多い。空港ウィルミントンに最も近い空港はフィラデルフィア国際空港である。ダウンタウンの南にニューキャッスする空港があるが、2000年2月を最後に旅客便はなくなり、現在では自家用機。 チャーター機、軍用機にのみ使われている。現在、全米50州の内州外の都市への航空機の便がないのはデラウェア州ただ一州のみであり、ニューキャッスル空港は最後の取り出であった。アムトラックの駅があり、ニューヨークやワシントン DC へ北東回廊の列車が頻繁に走っている。アメリカの高速鉄道、アセラエクスプレスもウィルミントン駅に停車する。また、 同駅はフィラデルフィアの近郊電車セプタの駅でもある。しかし、駅周辺の治安は良くない。この駅の名前は、元はミルミントン駅だったが、2011年に当時副大統領で、当駅からワシントン DC までの列車を定期的に利用していたジョー・バイデンにちなんで、ジョセフ・アール・バイデン・ジュニア駅に改称された。都市間、バスダウンタウンには、グレーハウンドのバスターミナルがあり、 リッチモンドワシントン DC、フィラデルフィア、ニューヨーク、ボストンなど多くの都市へのバスの便が頻繁にある。路線バス市内の交通としては、デラウェア地域交通局が40路線にも及ぶ路線バスを運営し、市内及び近郊をカバーしている。高速道路、週間高速道路 I-95 は、ウィルミントンを貫いている。幹線道路 I-95 は、 大西洋岸の主要都市を結んで南北に走る幹線である。フィラデルフィア・ボールチモアのいずれへも車で1時間とかからない。港湾ウィルミントン港はデラウェア側の港で果物、野菜、自動車、鉄鋼などの輸入港としてフィラデルフィア港を保管する役割を果たしている。ハグレイ博物館、ありがとうございます。